10月29日の土曜日午後4時24分昨日工事現場のクロちゃんがなかなか寄ってこなかったのでこれから餌あげに行きます。朝はここの猫ちゃんはね誰もいませんのでね、いやーまた来た、これ一人ぼっちの、一緒に行こう、こっちこっち一緒に行くよ、あっちだからあっち、ほらあっちあっちあっち行くよ、クロちゃんみんないるから、クロちゃんいるからこっちこっちこっちいるよ、クロちゃんね、こっちだよ、クロちゃんクロちゃんクロちゃん、一人ぼっちであっちの方にいたね、これ3匹一人よじゃない、クロちゃんクロちゃんクロちゃん早くクロちゃん、なににゃ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 、クロちゃん早くここここクロちゃん、どうしたらクロちゃん、また来ないね、クロちゃん、はいクロちゃんクロちゃんクロちゃん、ほらほらここ食べるか、クロちゃんどうしたら、怖がっちゃってこれ誰もいないよ、ほらはい食べな、なにこっちの人の一人でこれお家がなくなっちゃったか、これ食べた方食べな、震えちゃってんのね、クロちゃんが震えちゃってるよこれ、早く早く早く食べていいよ、早く君もおとなしい猫ちゃん、ほら食べないの、クロちゃん食べて、どうしたのこれ、こっちの遠くの方に来ちゃって、みんなと一緒じゃないの、コロ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 、キー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 、かわいそう、これほら食べな食べな、キーキークロちゃん、お家がなくなっちゃったんかな、ヒーヒーじゃない、ほんこらいっぱいあるから、ほんここに全部食べていいよ、ほんクロちゃんのために来たんだから、ほらクロちゃんここここまたキョロキョロしちゃってる、人が来るたんびキョロキョロしてる、ここクロちゃん、ほんここ食べな、ほんキキここここクロちゃん、これだよこれ、うん、ここここ早く食べな、食べなさい、こキー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 、なんか怖がってるんだよね、昨日から怖がってね、人が来るたんびに逃げちゃう、え、あークロちゃんまたキョロキョロ始まった、クロちゃん大丈夫よ、犬にやられたか人にやられたかね、怖がってんだよね、人が来るとキョロキョロ、クロちゃんいいんだよ、クロちゃんクロちゃんまたキョロキョロ始まっちゃった、食べな早く、ニャーニャー、えーみやこー、もう向こうには行かなくなっちゃったね、これクロちゃん、なんだ一人ぼっちでこっちの方にね隠れてんだね、どうしたんだろうクロちゃん、またキョロキョロしてる、気になって気になって気になって、どうしたのクロちゃん、どうしたのクロちゃん、なんかね心配でね餌が喉に通らないんだよね、どうしたのクロちゃん、あっち見ていないよ、あっち誰も誰もいないよ、いない、わらわらいないよクロちゃん、向こう行くよ、ほらクロちゃん何見てんの、いらない、これいらないよ、犬いないよ、犬いない、いるはいないからいいよ、またこれキョロキョロ始めるよ、昨日もね自分でこれ餌取ったらね他の猫に横取りされちゃった、なんか弱くなっちゃった、
クロちゃんキョロキョロばっかり。クロちゃん、今ね雨が降ってないからちょうどいいんですけどね。一人ぼっちのね向こうの猫とこっちクロちゃんも一人ぼっちになっちゃう。またキョロキョロクロちゃんキョロキョロばっかりしてんの。どうしたんだろう本当にね。キョロキョロしてるばっかりなんですね。やっぱり周りの様子見て本当に敵がいなかったら食べるんですね。物音がしたりね、なんか変な感じ取るとね、またキョロキョロ始まっちゃうんですね。ほら、キョロキョロまた始まってる。心配性の猫ちゃんになっちゃった。ここのね、フェンスがね、ビニールのこの看板がついちゃってね、向こう側に行くドアがなくなっちゃったんでね、それからね、おかしくなっちゃったんだよね。クロちゃん!トゥー!フーフーフー!クロちゃんの仲間が来た、ほら。クロちゃん!こっちこっち!クロちゃんの仲間、ほら、三人トリオの二人組が来た。ここ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 !こっち!こっちだよ。はいはい、来た、しっぽ切れ。はい。クロちゃんのお友達。もう一人、ほら、ほら、チャトラが来た。クロちゃんのお友達。はい、集まりました。これでね、いつもの三人トリオ。クロちゃん!よかったね。お友達が来たよ、ほら。はい、食べていいよ、全部。え?全部食べていいよ。はい、食べていいよ。はい。餌あげないとね、何これ上見ちゃって。葉っぱが落っこってきた。木の葉っぱが落ちただけでびっくりしてんだから、みんなで。耳がいいんだよね、猫ちゃんね。なんだよ、これ。みんなキョロキョロ始まっちゃった、これ。クロちゃん。クロちゃん、クロちゃん。はい、はい、お友達にあげようかな、お友達。あらら、あっちあっち。あっち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 、あっち行って、これ。ねえ、クロちゃん、いいよ、食べて。はい。三人トリオでしょ、これ、みんな仲間なんだからね。キョロキョロ、キョロキョロしちゃった。なんか、油の手で画面触ったら、変なズームになっちゃったね、これ。変な焦点になっちゃった。クロちゃん、はい、食べてください。はい、お友達も食べていいよ、それね。え、クロトラじゃなくてチャトラちゃん、よく向こうから来たね、こっちまで。あ、ここはね、一番端なんですよね、ほら、このね、コンドミアムのね、真下なんです。それでいつもはね、向こうの方から来るんだけど、向こうにいるんだけどね、だいたい65メートルぐらい向こうで今工事やってるから、なんかね、作業の車が止まってんだよね。だからこっち来ちゃった。クロちゃん、よかった、逃げないで。ほら、お友達が今ね、3人来たから、3人揃ったから少しは気が落ち着いたかな。一人ぼっちで隠れてたんだね。クロちゃん、ミャーミャーって前ね、懐いてたんだけどね、全然ほら懐かない。空見ちゃってから、鳥が鳴いてもキョロキョロして、木の葉っぱが落ちてもキョロキョロ。クロちゃん、まずね、犬が嫌いだからね、このクロちゃん。犬が嫌いで臆病者で、今度人が嫌いになっちゃうね。三匹トリオ、一番右にいる相棒はね、車で引かれて死んじゃったから、このそばでね。
お、クロちゃんが伸びしてる、伸び。よかった。クロちゃん。うん、来た来た来た。クロちゃん来た。はい、クロちゃん。クロちゃん。クロちゃんは驚くとびっくりしてね、目玉が全然まばたきしなくなっちゃう。ここは木がないから、ワンコウが来たら木に登れないからね。はい、食べていいよ。はい、クロちゃんいいよ。はい、何でも好きなの食べて。また夜ね、雨が降るかもしんないからね、食べといた方がいいよ。やっと落ち着いてきましたね、ここで。やっと落ち着いてきた。向こうの猫ちゃん食べないね、あまりね。クロちゃんがやっぱり食べ始めました。やっとやっと食べ始めました。10分ぐらいしてから、もうじきね、ボランティアの人がキャットフーズ持ってくるわけなんですけどね、もうじき来るはずですよ。よかった、クロちゃんが食べて。ああ、昨日はもう逃げちゃったからな。ああ、朝はね、いないんですよね、これみんな、猫は。朝はね、どっかから向こうのね、現場、ここのね、プレハブの家の方行っちゃうんだよね。だから朝はこっち出てきてないんですけど、午後からは出てくんだよね。誰これミャーミャー。また来た、白黒、ほら餌くわえて逃げちゃう猫、また来たよね。え、また来た、これ大泥棒。今ね、これね、あげるとね、面白いね。加えて逃げちゃうよ。ほら、行っちゃったー。行っちゃった、クロちゃん。行っちゃったね。面白いね、あの猫ちゃんね。はい、食べていいよ。またね、食べ終わると来るんだよね。隣のか、あっちからね、また来ますよ。隣のコンドミニアムからね、向こう側にいるんだよね。また一匹来た、尻尾の長いのが。こらこら、にゃんにゃん、あげて。お友達だから、ほら、あげな。こらこら、ダメ、喧嘩しちゃ。クロちゃん、クロちゃん、クロちゃんがダメ。これクロちゃんがなんか威張り始めちゃう。クロちゃん、あげないとダメ。こら、クロちゃん、あいよ、ダメだよ。クロちゃん、はたいちゃったよ、これ。尻尾長いの。ああ、猫パンチ、右パンチ、右フック。クロちゃんがまたなんか見ちゃってる。これ見るとダメなんだよ、これ。心配しちゃって。クロちゃん、ほらね、またキロキロ始まっちゃった。キロキロ始まっちゃったよ、クロと。またもうじき来るよ、黒白の猫が。もうじき来るよ。なんでだんだんこれ集まってくるんですかね。どっか遠くの方にいるんだけど、耳がいいからね、わかるんだよね。それか餌の匂いがするんかな。確かね、耳がいいんですよ、猫ちゃん。うん？骨食べれるか、チャトラくん。チャトラ、食べていいよ、全部食べていいよ、全部。また明日もらってくんだから。え、こっちの猫ちゃん、
なんだよ、なに、じっとしちゃった。また来るよ、白黒の猫ちゃんがもうじきね。ね。クロちゃんは向こうの方やで行っちゃったね、これやっぱり。この尻尾の長いのも加えて独り占めしようとし、一人で食べ。みんなとね、なかなか一緒に食べないんですね、猫ちゃんも。距離がないとね。あれ、クロちゃんあっちの行っちゃったよ、クロちゃん。おとなしい猫はもうじっとしてる。なんだ、ちょっと食べるとみんな食べなくなっちゃうんだね。また黒白の猫がこっちから来るよ、これ。鳴きますよ、こっちから。こっちから来るよ、今のはじき。ほら、後ついてきた。この辺からね、あ、いた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 。クロちゃん、ここにいたんか。ここにいたんだ、クロちゃん。ほら、どいて。どいて、そこにいたんだよ、クロちゃん。これクロちゃんがいたよ。あらら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 、あそこでいたんだね。あそこにいたんだよね。クロちゃんもこっち来ちゃったの？ダメ、こっち来ちゃ危ないから、こっちこっち。クロちゃん、ダメ、クロちゃんこっちだよ。クロちゃんはこっちにいないとダメ。ここにみんなといないと。クロちゃん、はいよ、食べて。はい、食べるの。こう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 、3匹取りよ。このね、尻尾の短い黒トラと茶トラとクロちゃんね。クロちゃん、これが3匹取りよ。3匹取りよ。もう仲が悪くなっちゃったみたいだね、クロちゃんが。あ、草食べてる、クロちゃん。クロちゃん、茶トラの尻尾切れ、クロトラの尻尾切れが餌を探しに行きました。ここまでね、うん、骨をくわえてね、歯の噛む練習するんじゃないな。骨もたまにはね、かじらないとね、猫ちゃんもね。キャットフーズばっかりじゃね、歯が弱くなっちゃいますからね。硬い骨もボリボリガリガリ。クロちゃん、あ、パリパリしてるよ、ここで。パリパリしてるよ、これ、チャットロ。まだボランティアの人来ないね、クロちゃん。クロちゃん、まばたきしないの？クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん、どうしたの？まばたきしないんだよね、クロちゃん。ほら、キョロ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 。クロちゃんもお腹いっぱい。ただね、そばにいたいらしいんだけど、また来た、こら、にゃーにゃーが。ふえふえじゃない、ふえふえじゃない、これこれ、また来た、これ。うん、またこれ、ほら、また行っちゃうよ、これ。ほら、くわえて行っちゃった、また行っちゃった、ほら、また行っちゃった、クロちゃん。クロちゃん、はい、食べていいよ。はい、何でも食べなさい、クロちゃん。はい、何でも食べていいよ。何でもいいよ、これ食べて。チャトラくん、チャトラちゃん。この前、このチャトラはね、犬にパンチくれてたからね。白いね、おとなしい犬にパンチくれてたんですよね。ねえ、こんな可愛い顔してて、でっかい犬にパンチくれてたんですね。
また来た、ほら風が吹いてきたからね、雨が降るよ。食べた方がいいよ、おい食べな、食べれるうちにね、食べてください。3匹取り、あっちがね、本当の3匹取りなんだけど、こっちの尻尾の長いね、黒トラちゃんはね、3匹取りじゃないんだよね。こっちの右側にね、この3人が、3匹が3匹取り。また来たー、また来たよ、ほら。また来たよ、こら、うるさいから。ダメ、これ、クロちゃんが、クロちゃんが泣いちゃうから。ちっちゃい肉だから、これ。近くまで、笑いちゃった、またね。いやでっかい肉だと遠くの方行くんだけど、ちっちゃい肉はね、ただ離れて食べる。ねえ、また来た、ほら。今度はね、でっかいから加えて逃げちゃう。あー行っちゃった、またまた行っちゃったね。もう帰りますよ、早くしないと。帰るよ帰るよ。お、ワンコウの声がしてびっくりした。目が大きくなっちゃった。みんなこれ別々に動き出しちゃったね。もう帰るよ、ほら。もう帰っちゃうよ。おしまい。はい、こう置いとくから。おしまい、おしまい、おしまい。こう置いとくからもう。餌っこね。もう帰るよ。帰りますよ、こう。もう帰るよ。帰るよ。お、犬が出てきたね、散歩の犬が。みんなでキョロキョロ始まっちゃった、犬の声聞いたら。もう5時近くになるとね、夕方の散歩の犬が来るんでね、みんなキョロキョロ始めちゃった、ほら、犬の声がした。この子は全然落ち着いてんだな。いやあ、クロちゃんがびっくりして、目玉。クロちゃん。みんなで一緒にいてよ。ねえ。ほらほら。みんなで一緒にいてよ。ほら、もういっぱい取ったから終わりね。終わりしますよ。帰るよ。クロちゃんバイバイ。おしまい。かわいい顔してるな。あ、キョロキョロ。帰るよ。もうワンコいないからね。帰るよ。火じゃないよね。おしまい。帰ります。バイビー。今日は鳥が来る前に帰っちゃいますから、もうこれでね、いっぱい取ったから、ほら。もうこれで帰っちゃいます。いっぱい取ったんで、見てよ。来ないでよ、バイバイ、クロちゃん。ついてきちゃダメだよ。こっちでね、作業やってんだよね。だから猫ちゃんもバラバラになっちゃう。またついてしちゃった。もうダメだよ。もう帰ります。猫ちゃんがついてきてももう映しませんから。もう芝生カットしたんですけどね、また伸び始めてきちゃいましたね。芝生か、芝じゃない、草買ったんですけど、草を買っ
ったんですけど、草買ったんじゃないんですよ。草を買ったんですけど、またあれですよね、伸びてきちゃいましたね。またこんな曇り空になっちゃう。また大雨だ。また来ちゃったこれ。また来ちゃったこれ。終わり。切りがない。ダメダメダメ。もう帰ってバイバイ。もう癖になるこれ。餌あげると。バイバイ。ね。おしまい。バイバイ。帰りな。ふう。バイバイ。終わりね。あっち見て。見てるとみんな来ちゃうからダメ。はい。バイバイ。